皆さんこんにちは。今回は弟のルイと鎌倉に久しぶりにセッションやりに来ました。今日は朝から風波でサイズはあったんですけど、ずっと強風のせいで自分たちのホームポイントのクゲ沼だったりとか、もうジャンクコンディションでできなかったんですけど、もう夕方のね時間になって少しずつね風が落ち着いてきたので、久しぶりにルイと鎌倉にやってきました。で、今日のコンディションはまだサイドの風が若干強く吹いていて、波のサイズは胸、肩、時々頭ぐらい入ってくるサイズで、でも波がかなりぼよついてるのと、多分満潮なんで波のキャッチしてからのライディングだったりとかも難しいとは思うんですけど、久しぶりにサイズのあるセッションができそうなので、まあ楽しみながらセッションやっていこうかなと思います。それではね、ちょっとこれから僕とルイが今日使うボードも紹介していきたいなと思います。で、今回僕が使用するボードが初のお披露目なんですけど、プーカスというサーフボードのダークというモデルでやっていこうと思います。で、このボードはプーカスの中で一番有名なモデルのボードで、こちらミック・ファニングがスタブ・イン・ザ・ダークという企画で約30キロぐらいアップスで出したサーフボードになっています。まあ本当スピードがすごい速いのと、プーカスの中でも一番コンテストボードに近いボードなので、今回ねこちらのボードをレビューしたいなと思います。で、今回は僕普段ボードサイズが5、6ハーフだったりとか5、7ぐらい乗ってるんですけど、ちょっとこういう鎌倉だったりとかサイズがあるところ用に5、8の長さにして、今回はね初の5、8のライディングも今回動画で披露できるかなと思います。で、こちらのボードはスカッシュテールになっていて、使用するフィンはこちらのねコロヘアンディーノのミディアムサイズを使っていこうかなと思います。はい、今日僕はこのパイゼルサーフボードのハイラインというモデルを使ってやりたいと思います。で、テールはラウンドテール、かなり調子よくて、まあ、長さは5-9で、フィンはこのアルメリックのラージしか使ったことないんですけど、今日はこのセッティングでいきたいなと思います。これはかなりサイズあるとき調子いいので、小波だとちょっとこうレールが食いすぎたりして難しいんですけど、サイズあるときはそれが結構うまくこう乗りこなせるようになるんで、まあ、これを使って今日は鎌倉の波を攻めたいと思います。Two of us, deep in the ocean, bubble love, we got our devotion. You pulled me in so fast, you caught my breath, and long gone were the waves, are our own craves. Tell me I'm wrong, tell me I'm right, is something striking? Every time you set it out, my heart stops beating like two clouds in the sky. We collide and slowly, chest to chest, you are mine, only forever. Don't you try to hide it, we're so alike, babe. You're a blessing found in paradise. Wanna scream out loud, girl, the nature's watching. You're a blessing found in paradise.Type of guy to promise stars. With you, I'm flying up to stellar heights. Tell me I'm wrong, tell me I'm right. Is something striking? Every time you set it out, my heart stops beating like two clouds in the sky. We collide and slowly, chest to chest, you are mine, only forever. Don't you try to hide it? We're so.We'll be right back.
疲れ様です。今セッション終了しました。で今回はざっと40分ぐらいサーフィンしてきたんですけど、どうでした今日は。今日は波が思ったよりもボヨボヨで難しくて、でも見つければいいエアーセクションとかもあったから楽しかったです。でもまあ今回は鎌倉来たんですけど、まあ、いつもだったらもう少し波のこう割れるピークが定まってて波のうねりもしっかりしてるんですけど、今日はもうボヨついててさ、なんかいつもみたいなパワーがなくて、すごいポケットを見つけるのがね難しかったね。あとまあほんとピークがもういろんなところから波割れてくるんで、ほんと見つけるのも難しかったですし、いつも以上にちょっとね決められた本数っていうのは少なかったのかなっていうのは思いました。僕はちょっとね 5.8 で長めのボード使ってたんで、なかなかこういいライディングができなかったんですけど、まあでも今回乗ってたこちらのプーカスのダークというモデルは PU のボードなんですけど、やっぱりこういう波小さい時とかでもなんかフラットセクションとかスピードが一気にこうつく感じがして、スピードさえついちゃえばかなりいつものボードよりかはスピード感だったりとかバックサイドとかの縦のアプローチとかもキレがあったかなっていうのは思いました。でやっぱりこう長さがある分エアーだったりとかは今日僕はちょっとチャレンジできなかったんですけど、このボードの本領を発揮できなかったのと、あとまたちょっとサイドの風が吹いてたんでなかなかねいいライディングがこうできなかったっていうのがあったんで、まあそこら辺はちょっとねまたサイズが上がった時にこのボードとかもどんどんいいライディングをね見せられるようにやっていきたいなっていうのは思います。で今日はルイのねエアーが良かったね。エアーメインで練習してた感じです、うん、なんか波が意外とこう短いっていうか、乗ったらこう距離が乗れる距離が短かったんで、ちょっと一発の技をちょっと大きくできるようにやりました。まあ、今回ルイのねあの一本が結構良かったんで、まあ、動画的には良かったかなっていうのは思いました。でやっぱりねルイのその今日エアーしたボードはどう？カービングとかすごいレールを使ってやる動きは調子いいんですけど、リップとかがちょっと不安定っていうか、なんかフラフラしちゃう時があって、でも今日はそこをしっかり抑えてできたからエアーもすごい調子いいんですけど、それがうまくこう発揮できたかなっていう感じでした。でも途中やっぱりこうボヨボヨしてるんで、いきなりこう引っかかっちゃう時とかあったんですけど、あんま力入れずにやるようにしました。ルイのボードはこれラウンドテール使ってるんですけど、やっぱりラウンドとかはそういうカービングだったりとか飛んでからの抜け出しがねすごいいいんで、まあエアーとかも結構ねラウンドテールとかの方が回転性だったりとか、まあ飛び出す時のまあスピード感とかも変わってくるので、エアーに今後挑戦していきたいなっていう人は今回のねこのルイのラウンドテールだったりとかもおすすめなので、そういうボードのねチョイスもしてもいいのかなっていうのは思います。で今回僕が乗ってたのはスカッシュテールで、まあスカッシュテールはどっちかというとオフザリップとかこう蹴り込んだ時に思いっきり爆発力がこう出せるテールになっているので、このスカッシュテールはまあエアとかもできるんですけど、どっちかというとオフザリップだったりとかターンメインのボードになっているので、普段ねやっているホームブレイクにこう合ったボードのねテールの選びだったりとかもしてもらえるといいかなと思います。ということでね今日のセッションは以上で終了にしたいなと思います。で今回もね撮影してくださったさとこさんのインスタグラムも概要欄に貼ってあるので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いします。そしてルイもインスタグラムやっているのでぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん今回もご視聴ありがとうございました。